そしてこちらは S ロードですけども、星野、これで、S ロードがトップに立ちます。関口トップタイム、しかも14秒台に入れそうな好タイムが出ました。レイトモーラ関口1分15秒094というタイムを出しています。これでですから上位はもうほとんど15秒台、これはシビアな争いになってます。ちなみにこのコースのレコードタイムは2007年に小暮がドーム時代に出しました1分14秒784です。15秒094というタイムです。で、路面温度が1度下がってこの Q2 を迎えていますが、で Q2 は元山がいて、立川がいてと、かつてこの2人はこのコースで名バトルを演じた2人だったりするんですが、その辺のラインナップと、このコースのレコードが14秒784であるところなんかを照らし合わせますと、
ちょっとこう期待感と言いましょうか。そうですね、そんな要素も出てくる Q2 となります。さあ九段の本山です。いやこれはセクター1なんとなんとレイブリックよりもコンマ7秒早いんだぞ。これすごいぞ本山、今行った来た14秒660、レコード更新、すごいやっぱり本山これは早かった。素直に嬉しいですね。まあ特にスゴは抜きづらいサーキットなので、まあ、スタート順位が重要になってくるので、まあ、明日そういった意味で一番前からスタートできるので今日のところは非常に嬉しいです、まあ、そろそろ結果出さないと本当にチャンピオンシップで、まあ、チャンピオン狙うにあたっては、ここは正念場なので、まあ、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。まあ、前回の鈴鹿テストぐらいからね、チームがいろいろしてくれた部分でね、車のパフォーマンスがかなり良かったのもあるし、まあ、ミシさんのタイヤにとってもね、すごくマッチした状況でした。いろいろ含めてね、自信を持って挑んだ、ね、今回スゴー戦で、まあ、今日の予選に関しては、まあ、Q1 の、まあ、優位ね、まあ、Q2 の僕とほぼ、まあ、思い通りというかね、まあ、本当に落ち着いて自信を持って完璧なアタックができました。まあ、明日は幸いの一番前からスタートできるということで、まあ、自分たちのペースをしっかり守って、ね、まあ、前半戦バタバタした部分もあるのでね、まあ、きっちりいいレースをして、必ず優勝したいと思います。頑張ります。本当にね、まずポール取れてまずは一安心で非常に喜んでます。今回はドライバーがね、関口も本山も本当にいいアタックしてくれたんで、まあ、両方とも、Q1、Q2 ともにトップタイムで通過できたのは本当に嬉しいと思ってます。で、まあ、あと明日に関してもね、やっぱりスゴーは一番前からスタートするっていうのはやっぱりとても重要な、ことなのでね、いいレースできるんじゃないかなというふうに思ってます。